何こいつ。え、俺殺されるのかなこれ。え、何こいつ、やんねえじゃん仕事。え、何してんのこいつ。え、キモ。人に巡り合いたい。人に。あ、いや、最速エレクトリカル。早くね。早すぎ。え、どこどこどこ。やべえ。エレクトリカル。今、はい、メッドベイセキュリティいる人誰。え、メッドベイセキュリティ。ません。すいません、俺誰とも会ってないけど、O2 とナビゲーションって右回りで行ってたまして。早すぎて誰とも会ってないんだけど。え、てか待って、待って、これあれなんだけど、これ一応言っとくけど、これ俺目線だったら、フミヒコと俺は確定でしろと思ってくれていい。なんで？いや、あのね、初動で一生、こいつミッドベイ来て、俺のタスクやってるの見届けだと一生尾行されてたんだよね。で、アッパー、ロワーと行って。探してたんよ。で、ロア前で、いや、殺されると思う、殺されるって、やばい、これセルフリポートだ、絶対。で、フミヒコと俺で、ロア前行って、うん、そこでなったんだよね。なった、そこでなった。待って、え、これ本当にガチで誰もいないんだったら、これヤンさん釣ってよくない？ヤンさん釣っていいよ、これ。いや、マジで言っとるんこれ。いや、マジ、だって他にいないじゃん。いないよ。ストレージからエレキの方。トモラさん右で、マットマートのとこ行った。けど、他に誰かいた？田中どこ？で、一人ずつ聞いてくわ、一人ずつ聞いてくる。田中どこ？田中？怪しい。あ、黒？あいつ。あ、黒か。黒だ。待て、マジで捨てるって。マジで捨てる。多分こいつトイレ行ってるね。トイレ行ってる。ざけんね。え、これさ、時間潰すための罠だよ、絶対。最後。これ本当に申し訳ない。じゃあ飛ばす。じゃあ、待って。はい。あ、じゃあ止まる。はい、止まる。はい、止まる。俺、右回りで O2 とナビゲーションって順に行ってたんだけど、J が一回こっち来て、そのまんま左行ったんだよね。ストレージでしょ？そう、ストレージの方多分行った。カフェデリア、俺カフェデリアのとこで、ヤンさんと別れたから分かんねえけど。はい、じゃあ次。隊長。入っていい？あ、いや、また、田中でいいじゃん。はい。田中は、カフェの右上に、タスク、ゴミと、インターネット2個あって。はい、違う。ん？で？違う？いや、もうだから、それで俺はそれ2つをやって、で、今、ウェポンズにいます。オッケー。で、俺は始まってカフェでからストレージの一番上のなんか電線つなげるやつやって、あとね、アドミンの電線つなげて、アドミンの、なんだっけな、みんな見れるやつで、いや、それいらないで、あれだね、下の、ストレージの下のゴミ箱やろうとしたら、ヤンさんがその流れで左流れて報告入ったって感じ。エレキアス最後、はい、じゃあ最後、おはし、あ、デイコンだわ、おはし、もしもとい、じゃあデイコでもいいけど、あ、俺さ、ごめん、なんか、早すぎたから不自然な動きになっちゃうんだけど、カフェ行って、カフェ行ったじゃん、最初、うん。で、オフィス行って、で、仕事やって、で、なんか、また俺、ストレージの灯油あるじゃん。うん。そこにめがけて行ったんだった。早すぎて。じゃあ最後で行こう、でこ。はい、俺は、カフェからストレージの方に行って、灯油やって、で、なんだっけ、ヤンさんが、ストレージからエルキの方に行って報告してるのを見た。報告っていうか、その、ストレージからエリキに向かう瞬間を見た。投入しながら。なるほど。まあ、これ逆に俺つったら、本当にやばいで、お前ら。一生マンガスやれねえわ。怖っ、どんだけ切る。お、やめろ、お前ら。罪を生むな。これさ、次からあれ見えるやつでしょ、これ。ああ、もうだ、ダメやろ。それでね、ちなみにね、まずいんだよね。それで、ね、恨みを買うんだよ。そう、恨みを買うし、黒が使っちゃうから。なるほど、これちょっといい情報を取れたんじゃないか。デイズとヤンさんあたりが割と黒くなったのかな、これで。誰もエレクトリカル行ってないもんな、だって。直せ、フミヒコ、お前。白なんだろ。直せよ、お前。早く直せって。早くしろよ。まったく。もうタスクしねえの。なんでこいつタスクしねえの、マジで。え？沼？なにこいつ、カメラ見てねえし。これどこ行ったんだこいつ。見ねえぞ。大橋かい。
ふみひことわしかこれ。はしんでるみこ、違うの？違うよ。違うの？店員さんにやられた、ちなみに俺は。マジで？うん。で、あら。ミッドベイで死んでますけど。ふみひこも死んでね。あ、ふみひこも死んでるね。死んでる。レイジさん今どっから来た？俺ね、あのアッパーからそのカフェの方に行こうと。うん。通り過ぎたんだよね。した瞬間にそう。アドミンにいたのが俺とヤンさんと。え、あ。誰あと一番最後に、前いたわ俺。最後に、おわしは上から来てた。と。なんか手。さあ、言うと怪しいな、普通に。そしたら。怪しいですね、普通に。え、待って、上から上じゃないっけ。わかんない、ごめん。上か、俺には上からと見えた。まあ、正味、どっちしろ怪しいんだけど、そこの位置だと。さあ、マートンとヤンさんが俺、基本3人行動だったからな。あの、隊長は俺もうずっと右いた、ナビで仕事してたよ。ナビで仕事したっけ。え、隊長右行った？左じゃね？見てねえ。なんか給油した後、右行かなかった？あれ行ってないか？ごめん、間違えたかも。どっから右行った？ここ釣らないとやばいよ。あのね、隊長ね、給油してた。下のとこで、ストレージかな？そう、その後右流れて仕事してました。うん、その後上行って、最初左行って、で、停電あったからエレキ寄って、で、解除終わったからストレージ給油して、その後ずっと右で仕事。さっきアドミ見たら俺ね、割とアドミいたんだよね、最初の方は。アドミなんかお前ら最後アドミ来たんでしょ、3人ぐらい。もう俺もう一回戻ってきたんで、アドミに。なんか停電になったじゃん、一回。うん。うん。はい。待って、これ。停電直した後だよ、これ多分。直した後だよ。直した後の、あ、直し、ん？停電の時に殺されてると思った。だから、停電にの時にエレクトリカルいたのは誰？よりいなかった。俺とタエ、俺とマサトは絶対ないよ。ナビでなんか、イチャイチャしてからね。あと、覚えてる。うん、俺も一緒にいた、そこ。じゃあ隊長とデジさんじゃね、はい、隊長とデジさんかね。じゃあ直したの誰これ。エレクトリカル。どうし、これ。デジさん？デジさん。隊長死んだ人は？あの、俺直しに行ったらもう直ってたんだけど、デイジさんが、あ、その後エレキの仕事ちょっとやった後に、デイジさんがなんかわけわかんないところでずっとなんか立ち止まってたんだよな。立ち止まってた。あのさ、停電の場所のさ、後ろに、なんかなんつうのかな。くそ、お前。やっぱいいや、なんでもね。はい、いや、いてください。うん。俺の発言そんな、もう威厳ないから。さ、やばすぎんだろ。もうゲーム変わっちゃってますよ、これ。泣かないで。別のゲームになってます。いや、別に泣いてるわけないけど。え、待って、間違えてくるんだから俺もうね、そう、発言、危ない、危ない。俺はもうね、いや、デイズさんだと思うんだけどな、一人は。デイズ巻き。いや、正直、デイズさん、隊長、ユートだと思う。グレーは。俺目線だ。結局ここ3人一緒だからね。いやまあそうだね、ヤンさんは違うと思うな。2人いたらさ、わかんないの、右がいても。結局停電のぐるぐるで気づかなかったけど。そう、カフェの、はあ、あ、違うねえや。まあこれでね、間違ってたらおデジさんごめん、本当に、うん、許してくれ。まあそういうゲームだし、焼き土下座するわ。本当だよ、目が合う。いや残念ながらヤンさんの焼き土下座見られないね。デイズと大橋。大橋でしょ、これ。あ、大橋か。うん。いや、でもね。もうあの、フリークストアの YouTuber の紹介してるやつをひたすら見てます。そう、メドベイのところでこれをして、ヤンさんに押し付けるべきだったな。殺したの俺じゃねえけど。まあこれは。お前ら話し合い下手すぎなんだよね。そうね、それなんだよね。まとまりがないんだよね。あ、さ、俺さ、一応言ったけど30秒追加してこれだからね。終わりならもうこいつら会話ができん。みんななんかさ、あれだよね、いらない情報を言うからさ。そう。トマルが無限に話し出すからさ、最初から最後までの行動を話し出すよね。そう。重要なとこだけど。そう、やつぎ場合にみんな言いたいことは話しちゃうから、ああ話がまとまらないんで。だから俺普通。黙ってると黒塗りされるからね。これ定石としては普通はだけど、例えば俺さっきフミコとは隠し場だったじゃん。ああいう人が話し合い作ったりするのが基本なんだけど、多分。そう。けどみんななんかね、言いたいことが多すぎるんですよ。大寸銀になってんさ。あとまあ、あれだね、アドミン見てた人だったらアドミン見てたから情報落とせるし、アドミンが司会やって話し合いするのもいいし。まあ本当はボタン押した人が話し合いの司会やるべきなんだけど。
まあ事故起きるよこれ。これ難しいな、俺な何してあげたらいいんだろうあいつに。そうだね、お前のあれだね、アクション次第で結構変わるよ試合が多分。一回閉じ込めたんだけど割といい。じゃ今回のデザイン俺目線割と黒くなかったんだけどな。鬼だったんだね。最初の方がわあ殺したね。おセキュリティの動きは怪しい。あ、マサト死んだ。あ、いい、ね、廊下で殺していく。よし、ローファーに蓋をして。お、いいね。この場合って黒確定し、どう、あ、しないか、このキレだけじゃ。トマルが向かっています。お、トマル、あれば慣れない足つけて、お、見つけたぞ。お、これ釣れてるな。ね、エレクトリカルのどこ、左のとこ、すぐエレクトリカルの左、通路ってことこれの、エンジンがあるとこに死体があった。ああ。で、俺それまでエレク、そうだね、あのエンジンど真ん前、一番左下の。俺アドミ見てたんだけど、一人、ウェポンズにいた人がいる。ウェポンズ？どうだ？それはわかんない。俺ずっとなんかあそこに閉じ込められてた、エレクトリカル閉じ込められてたからわかんない。あ、ウェポンズ俺。なんかさ、めっちゃ閉じ込められた。じゃあこれ、ユートじゃないん？俺、アッパーで今閉じ込められてたんだけど、ずっと。まあ、いやでも、だとしたら、そうね、でも。ちなみに、あれだよね、俺、その前に停電直しに行ったんだけど、うん。違うな。隊長一緒にいたな、俺。隊長さ、はい。ロワーから来た？そう、ロワーから来て、俺、すれ違ったんよ。大橋さんと。すれ違った、実際に。大橋じゃね？そう、で、俺、そのままもうオフィスの仕事で終わりだったから、さっさと終わらして。でオフィスの仕事終わらせてカフェ行ったらもう鳴らされたって感じだけど、セキュリティそこで死体あったら大橋さんが見つけてるはずだし、まあ、俺はそこで殺しないってことはちょっと、まあ、信じてほしいけど発言権は。いやでも隊長結構右にいたでしょ、うん、俺他の目つかみてたから俺すれ違った時にすれ違ってないって俺は言うと思う言うと思ってなんだ。ここマジ疑われる場面だからパチをつくと思います。頭つかね、まあ、ここは釣らないで様子見ましょうよ。いいんじゃないですか。タスク側みんな。全然終わってない、ちなみに俺。終わった。なんか病院とこのスキャンとかやった。ああ、あれはネット分。あと何個か。俺左回りで行ったんよ。その病院とかのスキャンやって、左回りで誰にも会わなくって、エレクトリカルで隊長とかと会ったんさ。まあ俺的グレーは、ユウトと、まああとリョウタが。あれどこで見つけたんだっけ死体。エレクトリカルの左下のとこ。エレクトリカルの下。それ報告してんのあれだよね。あ、これ言わない方が良かったのかな。わからない。これ、あれだわ。俺、全員、まあ俺目線だと、まあ隊長も隊長はわからんけど、リョウタがセルフレポートっていう可能性もあるし、まあそれはある。それも十分あんだよな。ある。もうここはもうスキップしかない。うん、スキップ。寒い。なるほど、セルフレポートって言ってもあんのか。さあ、さてさて。バラライ。バラライしちゃったね、君は。バラライ。うん。僕殺されるね、まさとくん。うん。大橋か。うん、お、一応だと思ってた。まあ結果としては大橋ということでね。嘘つくのうめえもん。あいつパチコキだもん、あいつだって。やっべ、目の前に隊長いた。法政大学のやつ全員パチコキや。マジ。もう一人や。あーこれ。お、あ待って間に合う間に合う。いや全然間に合う全然間に合う。いいねこれこのスウェット。何見てんのこいつ。二画面で、ファッションで YouTuber 見てる。つったらね。勉強してんさ。ああ。古着の勉強してんさ。勉強してんの？やっべ。ちなみにこれ、YouTube 見ながら勉強できるから楽だよ、古着は。もし殺さない限り黒にはならないけど、殺さないと多分仕事で負けちゃうね、これ。そうなんすよ、ね。古着って高いから買いたくない。どうに、なんで、さあ、タワラ追いかけてんの？高い。古くねえじゃん。じゃあ普通の服で売れてる。今の古着ってね、めっちゃ高いよ。あ、そうなん？うん、めっちゃ高い。
みんなが来たいから買うから、逆にバカ高くなる。バカがあれか。そうそうそう。いい素材とかのやつは、えぐい金かかる。うん、古着なのに。あれでしょ、酒買うでしょ。あ、噛まれた。酒買ってきたんだよね。バラーイ。あ、これトマラと一緒にいるわけじゃないのね。これはよくない。みんなパレットなのに。へぇー。デイさんだよ。デイズ？そうです。さあ、ヤンさん気づけるか。一応カフェで死んでるけど。よし、カフェ閉めてる。あ、気づいたかな。多分気づいたかな。閉めてるぞ。閉めてるぞ。いえいえいえ。多分クール的にはギリ足らないんじゃないかな。最速で行かないと足りないと思う。あ、いいぞ。左行った、あいつ。あら、これはまずい。やばい。やばいぞ。大橋が殺せちゃう。ほら。もう一回行け。いや、それ。あ、それね、ちなみに O2 バレるんだよね、それ。それよくない、よくない、よくない。リアクターの方がよくない。ヤンさん、これ負けるんじゃないか。あ。これどこ？体調おかしいんだが。今、行くときに、いたじゃん、ジュニアはどれ？うん、上行った、ね。その時に、目の前、そこの通路で死んでた、今。あ、そっち？そうそうそう。今、別れた瞬間、死んでた。から報告した。待って、俺さ。うん。これセリフレポートじゃない、お前。なんで、うん、だってさ、俺アドメイン見てたときさ、うん、まず、アドメイン2人で、俺と言うとね。うんうん。で、メットベイにリョータ。で、うん、カフェに1人いたんよ。うん。会長、通路で死んでたんでしょ、ね、そう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 。通路は、通路じゃない、カフェのところ。カフェのところ。いや、じゃあ、大橋じゃね、カフェにね、最初ね、俺と大橋で2人いたんだよ。で、相手から隊長と一緒になって、そこで隊長と別れて、俺ずっとその、何、病院とこ閉じ込められてたんだけど。普通に考えて殺せなくね。いや、セリフレポート。いや、これセリフレポートな気がする。俺、りょうた、これは俺、ゆうただと思うよ。入れちゃったけども。ごめん、これ J が、あれ、わかんない。俺、パチだからな。まだなんともいないけど、なんかおかしな気がする。まあこれは GG じゃない。俺頑張ったんじゃない今回。頑張ってよ。俺が。ほら、俺もね、頑張ればこんなもんなんだよ。俺は頑張ったよ。俺を最初に殺さないでくれ、暇だから。俺は頑張ったんだ、ね、マジで、ね、超久しぶりに、あつまよく言うよ、考えながらクルメイトしたわ。お前ら、俺頑張ったんだよ。次やろうぜ。大橋は頑張ったと。メドレーの音の下で、まあ、言うと結構ね、うまかったわ。これ